妹さえいればいい。は、平坂読みによる日本のライトノベル。イラストは、監督が担当。2015年3月から2020年2月まで、ガガガ文庫より刊行された。2018年12月時点で、全世界シリーズ累計発行部数は250万部を突破している。キャッチコピーは、青春ラブコメの到達点。略称は、前作、僕は、 友達が少ないの後書きで、いればと公表したが、後に妹さえへと変更された。作者の平坂読みは、長い観作家ものを執筆したいと考えていたが、あまり売れるジャンルではないという考えから、執筆できずにいた。ある日、担当編集の岩佐から、アンソロジー作品、僕は友達が少ないユニバースの表紙を務めた監督と、組まないかと持ちかけられ、平坂は、 監督が差し絵なら少なくともすぐ打ち切りにはならないだろうと考えた上で引き受けた。本作の登場人物は平坂の経験を元にしており、特に春人はアニメ化で苦労した経験が元になっている。また、作中には酒やゲームといった平坂の趣味や過去に読んだライトノベルについても触れられている。本作の差し絵を務めた監督は企画に目を通した際は、 どのような作品なのかわからなかったが、原稿を読んで印象が変わったと、アニメ、アニメ、とのインタビューの中で振り返っている。もともと下ネタや、業界の裏話を好きだったこと、さらに本作のキャラクターの表情や、感情の変化が激しいことが、決め手となり、最終的に監督は、本作の差し絵を引き受けた。差し絵を担当するにあたり、監督は、 自らの構図で挿絵を描いたりデザインの提案等はしたものの基本的には原作の世界観やキャラクター性を尊重する方針をとりデザインの初期段階から自らのこだわりを主張することはしなかった最初の5人については物語を読みそこから浮かび上がったキャラクターのイメージをもとにデザインされた千尋のデザインにあたり 監督は千尋らしいデザインを心がけた一方、自身の女の子を可愛く描くという方針と、中性的なキャラクターというの要望がぶつかり合い、最もデザインに時間がかかったキャラクターとなった。ナユタは当初、エリート女子高生なライトノベル作家というイメージを元に堅苦しい感じでデザインしたところ、もっと天才っぽく、天然っぽくという指示があり、 調整の末現在の形になった。監督は一番自分らしくデザインできたキャラクターとして、K を挙げており、ウェーブが勝った髪型には苦労したものの、描いていて楽しかったとインタビューの中で振り返っている。また、アシュリーやプリケツなど、個性の強いキャラクターについては、ビジュアル面でも個性が強化された。アニメ版のキャラクターデザイン、作画監督を務めた。 木下澄江は監督の絵柄について、スラッとしていて、美しい陶器人形や芸術作品を見ているようだったとし、アニメに最適化された絵柄であるとも評価している。妹をこよなく愛する妹バカの小説家、橋間木の周囲には、いつも個性的な人物が集まっていた。そのうちの一人、銀髪壁眼美少女のカニナユタは、彼と同じ小説家の仲間として、 伊豆輝の部屋によく遊びに訪れる。そして、恋と友情、そして夢などに悩みを抱える少女白川慶は、伊豆輝が大学を辞める前までは、伊豆輝の同級生だった。さらに、凄腕税理士の王のアシュリー。天才的な才能を持つイラストレーターで、伊豆輝のことを慕っている、プリケツことエナセツナ。伊豆輝と同期デビューした、小説家であり、良き友でもあり、公的主でもある。 ふわはると、いづきの弟とされ、彼を海外しく世話する完璧超人の橋町千四巻から登場のいづきの作品のコミカライズを担当することになった新人の漫画家三国山海子。これら登場人物は、彼らの周りで日々巻き起こる、様々な騒動を、時には自ら引き起こし、また時には巻き込まれていくのであった。声優は、突起がない限りドラマ CD 版。 アニメ版共通。名字は、岐阜県の地名ないしは、岐阜に関わりのあるものの名前から取っている。本作では、岐阜と出版、GF 文庫編集部として、以下の人物が登場する。伊ずの執筆しているライトノベルで、原作の妹放題戦に相当する。伊豆作画による漫画、妹さえいればいい。コミックが、 月刊サンデージェネックスにて2016年1月号から2019年8.9月合併号まで連載された。また、小橋子作画によるナユタがメインのスピンオフコミック、妹さえいればいい。ガイデン妹にさえなればいい。が、月刊ガンガンジョーカーにて2016年11月号から2018年3月号まで連載された。2019年4月12日から、 オーディオブックサービスのオーディブルで、井ノ又氏と、綾瀬優の朗読が配信されている。第1巻から順に、シリーズ全巻のオーディブル版オーディブックが制作される、予定となっている。2017年10月より12月まで、東京 MXBS11 が他にて放送された。テレビアニメ版の脚本を務めた平坂は、アニメ化にあたり、原作の雰囲気を崩さず、 キャラがブレないようにしてほしいと考えており、原作をそのままなぞるのではなく、各話がまとまるよう最適化しつつも、全話見直した時に良い作品だと思えるよう、心がけたと、アニメ、アニメ、のインタビューの中で述べている。本作のテレビアニメ版の監督は、フェイト、カレードライナープリズマ、イリアシリーズなどで知られる、オーヌマシンが務めた。プリプロダクションは、 大沼とシリーズディレクターの玉村糸氏が手掛けた。このうち、大沼は絵コンテまでの工程の監督を務め、玉村は設定やシナリオ周りやコンテの部分を担当した。大沼は原作を読んだ際、自分たちと通ずる場面が多いと感じ、キャラクターに共感しすぎて視聴者の感覚とかけ離れないようにしようと考えた。また、大沼は本作の中心が、 お仕事者であることを見抜いており、平坂にお仕事者にしたい、胸を伝えた。大沼は本作のテーマをクリエイターとは何かと考えており、伊ずキをはじめとする様々なクリエイターたちの考え方は視聴者にとって未知の世界でもあるため、その点を面白くするよう心がけた一方、分かったつもりで描くのは避けたいと考え、ドラマに沿って、 キャラクターの心情を視聴者に理解してもらうことに重きを置いた。また、大沼は各話の演出をビターに締めくくるという方針を立てており、コミカルな展開が続く第4話、第7話、第9話もこの方針にのっ,とった演出が行われた。玉村も原作を読んだ際に、スラップスティックコメディの中にしっとりとしたドラマがあることに気づき、大沼と二人で、 テレビアニメ化する際は様々な要素を含んだコメディの根底にある人間ドラマは絶対に描かなければならないという方針を立てた。また、玉村はキャラクター同士の掛け合いが本作の大きな魅力であるという考えからキャラクターの言動が視聴者にとって気持ちよく見られることを意識したとアニメ、アニメ、とのインタビューの中で述べている。本作においてコミカルな場面は テンポよく進む一方、ボードゲームや飲酒の場面は、だらだらした会話の中に重要な発言が織り込まれているため、むやみにカットを割ったり奇抜な演出を挿入するといったことは、避けられ、視聴者が会話を楽しめるよう落ち着いた画面づくりが心がけられた。また、映像は、小説とは異なり、一方的に押し付けるメディアであるため、視聴者がついていけるよう、 ギャグシーンの後は一泊置き、ギャグの余韻を残したままムードのあるドラマが始まるといった演出が施された。本作はキッチュな登場人物が多く登場するため、登場人物の感情をそのまま表現すると、記号的になりかねない上、一面的な表現になってしまう恐れがあったため、あえて情緒を抑えることで奥行きのある感情表現を目指した。玉村は前日のインタビューの中で、 この演出の例として、第2話で伊ズキと俊ュが酒を飲みながら話し合う場面が、上げ、ウェットな感情や少し影のある表情を、情緒を排して、背中で語ることを意識してやりました。と語っている。第1話は、編集者の時健次郎の目を通じて、伊ズキの作家性の異質さを示すため、彼の執筆中の小説、先行の魔化竜道から始まる演出が取られた。平坂は、 1> 第1話の冒頭に先行のマカリウドをそのまま持ってくると長くなってしまうのではないかと心配したが、大沼は癖のある作品だからこそという考えからその方法を取った。玉村は第1話について大沼からお客さんが引くくらいやってもいいよという指示を受けて思い切りきっちゅうな画面構成にしたとインタビューの中で述べている。当初はわざとらしさを演出する目的で、 もっと絵の質を落とすために、アニメーターへ左手で描くよう指示を出すことも考えられたが、時間がかかりすぎるために見送られた。また、ジンベイザメ妹や、妹法学園といった他の劇中劇の演出は、ある程度は大沼が指示を出しつつも、スタッフに委ねる形となった。その一方、通常シーンとのギャップやビターな場面への移行に、対しては最新の注意が払われた。 テレビアニメ版ではアートディレクターとしてグラフィックデザイン事務所バルコロニがクレジットされておりバルコロニは本作のパッケージのデザインやキービジュアルサブタイトルや次回予告の画面そしてインフォグラフィックを手掛けたインフォグラフィックを制作するにあたり大沼から知的な感じにしてほしいという注文がバルコロニに出されたバルコロニの加藤優太は漫画的 アニメ的なおバカなシーンがあるからこそ、現実的でリアルな葛藤や思いを描いた、真面目なシーンのギャップが生きるという考えから、アニメでよく使われる角にデフォルメしたものではなく、現実の日常の延長線上にあるものを意識し、ウェブサイトやスマートフォンの画面を参考にした。インフォグラフィックは、主にボードゲームや TRPG の場面などで使われており、その一つである、 1> 第1話で、イズキラがシチュエーションパズルの一種である、ポールスローンのウミガメのスープを遊ぶ場面で使用されたインフォグラフィックは、グラフィックパーツをバルコロニー側で作り、アニメーションの演出方法は撮影者に委ねられた。サブタイトルをデザインするにあたり、バルコロニーは内容を早期させつつも曖昧なものにするという方針を取った。例えば、第二話の奇跡さえ起きればいい。 の次回予告はマークの中に一つだけマークがある画像が用いられており、バルコロニの加藤は第2話の最後で千尋が風呂に入る場面により次回予告の画像の意味が明らかになるという展開を想定して作ったと振り返っており、とのマークも第2話の登場人物の男女比に合わせて作られた。玉村はずっと現実世界のキャラクターたちを映しているだけだと間が持たないところ、 そこに知的なセンスを入れてもらい、映像的にも面白いものに仕上がりました。とインタビューの中で述べ、あの情報処理というか、情報量のコントロールは我々にはない感性です。アニメの現場だとなかなか生まれにくい表現で、今回参加いただいて大変ありがたかったです。と語っている。絵コンテのチェックは、大沼と玉村が1カットずつ精査した。 大沼は自分一人でやるとキャラクターの心情に寄りすぎてしまうため、玉村がストッパーとなってくれたとアニメ。アニメ。とのインタビューの中で振り返っている。当初は木下澄江が過去にキャラクターデザインを務めたガーリッシュナンバー同様、木下の絵柄に合わせたデザインにするという指示があったが、少しでもバランスが崩れると原作の絵柄からずれてしまうため、 作画には最新の注意が払われた。アニメーターが描きやすいように、原作から1から1.5等身下げたキャラクターデザインが施された。大沼は本作の主な視聴者として20代の社会人男性を想定し、木下に遊ぶ時と仕事の時のいずきの二面性を示すよう指示した。木下はそれに応えるため、いずきの目を少し小さくして、 原作の絵柄よりも大人びたデザインに仕上げた。木下はアニメ。アニメ。とのインタビューの中で自身の絵柄について女の子を描くとどうしても肉感がついてしまうと述べており、大沼から腰回りや尻の太さを指摘されたと振り返っている。ドラマ CD 化にあたり主要人物のうち、伊豆き、春ゅんと、なゆた、けの5人の役については、 平坂の中にあったイメージをもとに選ばれ、監督はアニメ版のキャスティングについて非常にハマっていると評価している。主人公、伊豆キ役の小林祐介について、平坂は上手い方だというのは知っていたので、伊豆キとしてのお芝居をこなしてくれると信頼していました。細かい感情をしっかり汲み取った演技をしていただけて、小林さんを選んだのは間違ってなかったなと思います。とアニメ。 アニメ、とのインタビューの中で振り返っている。伊ずきの議定である千尋の役には、平坂の前作、僕は友達が少ないで、くす幸きゆを演じた、山本希望が起用された。山本は長アニメディアとのインタビューの中で、自身の役について、とても考えさせられたと述べ、特にアニメ版における千尋は女の子にしか見えないため、女の子らしすぎないようにするのには、 苦労したと振り返っている。また、山本は、雪村との違いについて、雪村は、言葉数が少なく、表情の変化も少なかかったため、演技の触れ幅も小さかった。雪村は千尋よりも、さらに中間のイメージであり、男らしさや女らしさというよりも、雪村らしさを意識して、演技をしたと述べ、千尋は、自らが女の子であることを理解した上で、男の子として振る舞うため、 雪村とは異なる難しさがあると語っている。シュント役に起用された日野里氏は TRPG を題材とした第7話に登場するゴブリンやアンデッドなどの声も当てており、一体ごとに全部性質の異なる演技をした。ドラマ CD 版の K は種田リサが演じていたが、アニメ化に最新新たにオーディションが実施された。オーディションの台本には、 第6話の終盤で敬がなくシーンがあり、各前の演技が平坂の心を掴んだことが決め手となり、最終的にカグマが選ばれた。ナユタ役には金本久子が起用された。金本の演技に関するエピソードとして、登場人物がカードゲームキャットチョコレートをプレイする第6話において、ナユタが壊れろ、壊れると繰り返す場面があり、 金本の演技から病んでいる感じが十分に伝わったことから、そのシーンが当初の予定よりも短く切り上げられたという出来事がある。カイコの役にはエロ漫画先生の泉さぎりなどで知られる藤田茜が起用された。平坂は藤田の起用について執筆した時点でキャストが定まっていなかったため偶然だったとアニメ。アニメのインタビューの中で述べている。 この他に、アシュリー役として、沼倉奈美が起用されており、千尋役の山本は、沼倉の演技について、伊豆キと春斗をいじるドエスな演技が、原作を読んだ時のイメージ通りだった途中、アニメディアとのインタビューの中で評価している。また、伊豆キが、自分の仕事に対して誇りを持っていることを示すために、第1話の冒頭の劇中劇の主人公とヒロインの、役には、星総一郎と、 高田真理子がそれぞれ担当したほか、第5話の婚欲風呂の客である老婆たちの役は、男性声優が演じた。このうち、第5話のキャスティングについて、千尋役の山本は、なかなか見られない、面白い配役と前日のインタビューの中で評価している。音楽は、エロ漫画先生などの劇ともで知られる、菊谷智樹が起用された。本作は、 登場人物の多くが成人しており飲酒するシーンもあることから音楽は少しフックの効いた渋谷系にするという方針が立てられた。菊谷はピチカート5のおしゃれなコード進行、躍動感や疾走感が本作に合うと考えており、大沼も同様のイメージを持っていたことから、そのイメージをさらに発展させる形で、 メインテーマが作られた。このメインテーマには、フックを効かせるために、1970年代のテレビドラマのテーマ曲を意識した口笛が取り入れられた。このメインテーマは、スタッフ内で受け入れられ、やり直しもほとんど発生せずに順調に進んだ。菊谷はアニメ。アニメ。とのインタビューの中で、自分がどのような曲を書くのか分かった上でオファーを受けたから、 スムーズにいったのではないかと推測している。さらに、メインテーマの変装となる部分を取り出す形で、各キャラクターのテーマや日常シーンといったアレンジバージョンが作られた。主人公である伊ズキは作品そのものと重なる部分もあるため、彼のテーマはメインテーマを踏襲しつつも、彼の志やプライドの高さをニュアンスとしたアレンジが施された。シュントンのテーマはクールさや、 キザさを表現するためにメインテーマにファンクやジャズの要素を取り入れたアレンジが施された。また、アシュリーは同じジャズアレンジでも極端にデフォルメされたアレンジが施されており、エキセントリックな雰囲気に仕上げられた。千尋のテーマは料理上手という設定を反映させるために料理番組を意識したアレンジが施された。キクヤはサスペンス調の楽曲の使われ方が、 印象的であるとアニメ、アニメ、とのインタビューの中で述べており、具体例として第5話で伊豆キが逃げ込んだカラオケ店に担当編集者の健次郎が訪れる場面や温泉でローバラに遭遇する場面などを挙げており、曲そのものは取り立てたものではないが、これでもかと使われるうちに曲も一緒に面白くなった感じがしたと振り返っている。 アニメ版のスタッフは、平坂の物語やキャラクターを好いてくれるのは当然嬉しいが、読んだ後に読者の生活や行動に何かしらの変化を起こすことができたら、作者冥利に尽きるという言葉に大きく賛同しており、バンダイビジュアルもアニメ以外の領域で企画を作りたいと考えていたことから、現実の物事を取り入れてはどうかという平坂の提案を受け、 アニメ版には実在のボードゲームや種類が登場した、ほか、ウェブサイトでは作中に登場した物品の解説コーナーも設けられた。これらの物品の登場にあたり、各関係者への許諾の申請は一つずつ慎重に行われた。ボードゲーム類は比較的スムーズに許可が取れた一方、劇中に登場した海外のブルワリへの許諾が降りず、中には返事がなかったもののもあったため、 どうしても登場させることができなかったものについては、平坂が紹介した国産ビールを代わりに登場させた。第1話に登場した黒糖スイートスタウトは、放送直後からオンラインショップへの注文が通常の3倍に跳ね上がり、放送から2ヶ月が経った後も問い合わせが相次いだ。これを受け、黒糖スイートスタウトの醸造元であるサンクトガーレンは、 本作に登場したビールのうち、季節商品である湘南ゴールドを除いた6種類のビールの詰め合わせセットの発売を決定した。また、北海道阿網走市の阿網走ビールが生産している、発泡酒、応答の雫雫が11月下旬に番組に登場した際、直販サイトでの注文だけで、通常の4倍の400本調に増加したため、 生産する、網走ビール関係者に驚きを与えた。2017年12月3日には、第8話でしつけだからと、銀聯カードのロゴが数秒間映し出されたことについて、中国で情景へのこだわりを公表したほか、しつけだからも、新郎美白の公式アカウントで反応を示したことが、報じられた。アニメ、アニメ、の井上晋三は、テレビアニメ版について、 ビターな演出が根底にあるからこそ劇中劇のシーンもより印象的になったのかなと思います。と大沼とのインタビューの中で述べており、特に第1話の冒頭はテレビシリーズのつかみとしてはかなり攻めていると評した。その一方でアニメ版のプロデューサーの一人として宣伝方針を立てた田中太郎は第1話の冒頭を見てひどいアニメだと誤解する。 視聴者がいたことについて心残りだったと、アスキーとのインタビューの中で振り返っている。ツイッターアニメ、〇〇さえいればいい。は、公式ツイッターで2018年1月25日までの限定配信のスピンオフ短編アニメ。監督は、森井健史郎。キャラクター原案は監督。アニメーション制作は、DMM、フューチャーワークス、ダブトゥーンスタジオ。 2017年12月25日22時30分の東京 MX での最終回放送に合わせて同日21時よりアニメ公式アカウントにおいて妹とお酒とボードゲームと最終回さえあればいいと題してツイッターライブ配信が行われた配信は19時23分のテスト配信に続いて複数回に分けて行われた配信内では アニメ本編に登場した種類、ゲームなどを楽しんだ。出演者配信開始時刻と動画時間を行った、ゲーム、妹と、各舞と、藤田茜とラジオさえあればいい。は、響きラジオステーションにて2017年10月8日23時に、プレ配信され、翌9日から12月25日まで毎週月曜に、配信された番組。 パーソナリティは、白川啓役の角間愛と、三国山海子役の藤田茜、全12回。その週の放送会に登場、または関連のある差し入れを食べながら、トークをするのが恒例であった。2018年2月17日に科学技術館、サイエンスホールにて出張版イベントが予定されている。ゲスト及び差し入れ、ありがとうございます。